にちは。今回はクリスマスツリーはいつものありきたりのやつじゃなくて何かないかなと思いのあなたへ、サンゴミズキを使ったオリジナルなクリスマスツリーを作っていきます。ぜひお試しください。ウルバイスとサンゴミズキとスプレーバラを使います。そしてサンゴミズキでクリスマスツリーを実際作っていきます。使うものはこちらのお皿と花の店戸川さんで買った花瓶です。もしない方はこういう形状のもの、下が広がっているものがあればそちらで代用は可能かなと思います。まずはサンゴミズキをカットしていきます。高さとしては花瓶から下から 2.5 倍の長さでサンゴミズキをカットします。こちらを3本作りましょう。長さ合わせます。ちょっと長いんでこれぐらい、これぐらいです。器の2倍の半分ぐらい、これを3本ですね。この同じ長さでカットしていって、下の部分も使うのでこちらはこちらで脇枝はカットしておきます。長い脇枝はツリーにつけますので取ってください。そして最初の3本ですね、一番上に輪ゴムをくるしろくるくると輪ゴムを止めます。そうするともうここで三角形の土台が出来上がりますので、輪ゴムを半分にしてから真ん中に1個、そしてこの下にですね、上、真ん中、下に3箇所輪ゴムをセットします。そしてこのまま下の分を広げて当てます。で、輪ゴムを下まで下げていきます。こんな感じですね。ここで三角形の輪ゴムを下げていきます。ここ曲がってるけどこれはこれで可愛いですね。そして、他の下の部分でカットした木もこの中に一緒に当てて入れていきます。この時は下の輪ゴムで、挟み込むような形で入れていきますといいです。ここでちょっと安定が不安な方はもう一度この下の部分の3本入れたらもう一度輪ゴムを上からしておきましょう。そうするとしっかりしていきます。で、お水はこのお皿から吸い上げてもらう感じです。で、脇枝の長いものも一緒に入れていきます。で、曲がってる分に関してはためといって親指の中でフッ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 と曲げていただくとちょっとこう曲がりが直ったりしますので、こちらもこのまま入れていきます。脇枝は細いので脇枝を入れるときはですね、ここの真ん中を通した後に引くようにしてください。真ん中を通して上から下へ、上から下へ。そしてバラを入れましょう。フリーの中の花瓶に目がけてバラを入れていきます。フルワイスは少し葉っぱを整理してですね、フリーに絡ましてあげる感じでください。そして下の方のこちらの輪ゴムを通して下から入れて、はい、こんな感じでツリーの完成です。